いただきます。ちょっと僕友達も来て、あの一緒にあのシェアして食べてみます。あ、いいです、大丈夫です、行こう。あ、すみません。あ、これもう津波に本当最高ですね。大根おろしにな、お味噌入れて、あ、ちょっとお砂糖入れて甘めにしてな、絡めて食べる。そしたらまた、ご飯のおかずにもらえる。そうですね。あと何を今ちょっと公民館で、あの、あ、踊り、はい、踊りやってまって、まあ、友達、あの外から来てるの2人みたいな、そう、買ってけっていう話なんですけど、ちょっと選手止まってこなくて、止まらなかったですどんぐらいであれだけこれだけパリパリに乾くんですか？あのね、小さいのは3日4日、大きなのでやっぱり1週間かかるね。これって結構もう昔からまあやあるものなんですか？あるある。もうそういうことね、昔はね、尾道の方のね、吉和いう漁師町があるのよ、はい、そこからよくここらの行きよってあるんです。ああ、そうなんですね、うん、昔はここらあんまり漁師おらんかったんで。へえ、もうやっぱ 石の方が、そうそう、それで石船がどうなって、それからその石船乗るとしたら漁師になって、なるほど、それから船だ、この石船から漁師に転換っていうのはだいたい40、50年も前とかですか？あのね、昭和52年、3年、そのあたりから漁船がね、それまでだからフェリー乗る場もなかったよ。あ、そうなんですね、うん、その頃からどんどん出たりっていうな、あそこに金風呂漁港って火があると思うよ、はい、あそこに昭和何年って書いてある。ああ、なるほど。その時にもう地元の石屋さんだから、台風とかあんな時にすっごい波が入ってくるわけよ、はい、で船が沈没したりしたわけよ、港の中で。これで一回整備してもらおうって。それで整備するにあたっては漁港を申請した方が早く国がやってくれるってことだよ。ああ、なるほど。そしたらまあ下がええけど、今度は漁師さんの力が落ち着いて、ああ、漁師ばっかりであんな権力って、ああ、やっぱ島ってやっぱこう漁師さんが、うん、もう今はしょうがない、漁師のもんだから、ああ、もう石屋が衰退しもうだから。だけど一時期はね、北アジでね、笠岡市の税金の半分近くをらしいですね、石のあれで、うん、なんかすごい聞いてなかったことがあったかな。はい、すみません、ありがとうございます。はい、いただきます。また宣伝しておきます。すみません、ありがとうございます。
なんか、ちょっと話してたら、どうぞ貯めてみようみたいな。ぜひ。カキとあのイノシシ肉。いやいや、あの。美味しいとは聞いたんだけど、なんかちょっと正直もの言いますね。けど案外あのあれですよ、あの飼われてる豚とかって抗生物質いっぱいこう打たれたりして、あのなんつうの、自然のやつはほんま自然のもの食べて。なんでどっちの方が、まあ肉はちょっと硬いイメージだけど、ね、柔らかいよだよ。今回のはメスで、あそこの人食べる。あ、そうそう。子供食ったやつとかだと本当美味しい。もう僕、うん、豚肉よりもそっちの方が脂が本当美味しい。よかったね、ええとき来たね。いつまでイノシシ行ってもね、すぐ食べれるもんね。そうですね、あれは。うん、あっちこっち戻ってあげてるけどね、捕まえるのが大変。捕まえたってことは漁師さんがいて。罠、罠、病院さんが罠を売ってくれるんですよ。罠にかかったら連絡して、うん、島にも住んでる方で免許持ってる方いらっしゃるんですかね。聞いたことない。うん、病院さん、ないもんな、病院さん。じゃあ本土から来るんですか。本土から来てたよ。10年前ぐらい。放送が出て、ご主人が放送から来てた。茨城の方がそりゃイノシシとかこうやって飲むんだけど、昔から何でもないみたいなね、どこも。まだ鹿は、うん、なんか一時期鹿、島も仲良ったけど、逃げたかなんかいなくなったので、鹿の方が被害がすごいんでしょ、今全然みたいな、ね。柵をしないといけないですからね。そしたら畑がなんか牢屋みたいでね、景観があれらしい。全然そういう備えがないから、うん、かなりもう山の方の話いう感じだったので、余計大騒ぎ。急に泳いできたね。ねえ、なんか渡ってきたらしいです。もう物のけ姫の世界で四国の方から島伝いに泳いで渡ってきたらしい。しかも泳いでくるぐらいあのこう、うん、サバイブできるやつが増えてるから余計に価値が悪い。ああ。痛いのに畑耕して、ね、やっと収穫しようか言ったらみんなイノシシに先持っていかれて、畑するあれが、うん、ちょっとそこが一番ちょっと困るところですよね。畑で食元気出してされてるのが、うん、夜は歩くのが怖いとか、この頃言われそうでね、それは良くない、うん、どっかで、うん、勝
店に行けるなと。2年の会社なんだけどね。そう。一大決戦を。イノシシにとっては環境がいいのかな。結構もうあの日本全国田舎は増えてきてるイメージ。あ、そうなの？ニュースでよくやってる。あのやっぱ人が昔はこう薪を取りにとか山の中に入って行ってたのがもう最近も電気ガスで便利な分山に行ってその薪を取るとか山の方の畑で農作業するとか山に人が入っていかなくなったからその住んでる人間たちのテリトリーとあとまあそのちょっと山に入って木を間伐してるぐらいの方が森とかは生き生きとして、うん、鹿や鳥の人たちが食べるものも豊かにあるけど、うん、ないし人も入ってこないから境界線もなくなって、うん、でどん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 下に人間がいることに増えてきて、うん、で聞きますよね、うん、昔の北見島の写真ね、昭和の初め頃の写真見るともう山が何ていうか影山、うん、昭和があちこちにいっぱいあってやっぱり人が入って、うん、今はもういっぱい木が茂ってうわーっとなってるんだけど、うん、昔の写真見たらねもう影山です、うん、そういう状態の方がなんか松茸もよく取れとったらしいし、やっぱり人が手がある程度入ってる方が、うんうん、家の上までも滝が迫ってきてるから、まあ、その間の干渉地帯がない、ね、建物と家の上までも。今、うちの裏山にも火が来てるから、今日まだ一本木切ってきたんですよ。大変な一本木切ってきたら、豆の木が高いのよ。あれで備長炭にするから備長炭の原料、うん、だって火が硬いんですよ、うん、あれ誰か炭焼きをしたいのにね、あれ炭焼いたら特産品になるのに、うん、そうなの、うん、ね、そうね、北木島昔はだから柴の島いうこの柴田さんの柴という字、うん、この上がこれがちょっと北にまた上と下が分かれて柴の島が北に行きましたっていう説がある、うん、柴島、柴島という字が漢字の上でしたから、ね、ちょっと北とちょっと違うけど、あれが江戸時代の古い穴のが柴島の島というのがあります。この辺、周りの島から、うん、柴田、おじいさんは柴狩りじゃないけど、そういう、うん、木を取りに来よった、大きい島の木がいっぱいあって、そういう島だって、ね、歴史は真鍋島とか、高島とか、うんとこも。最終で5時40分ありますね、休日は。向こうから来る。まあ、石が取れるのが分かってから、柳崎島に。ゴールドラッシュじゃないけど、石で一発儲けよういうので、どん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 、愛媛県の方とか広島県の方から、石の職人さんが全部、どんどん来た。うちの祖先、金風呂ハード、愛媛県の高島。6時半が。ああ、そうだ、大事だ。6時半が、そう、土日が、そう、早い。それで何人来る？家族で6人。うん、おでん持って行ってんじゃん。同じことあなたが食べられる。いや、あれもあなたに。獅子鍋じゃなくて獅子鍋で獅子肉鍋一応まだダメな人がいたらと思ってこう切ってお皿に、まあ、焼いてもいいし鍋に入れても、まあ、切って聞いて、まあ、両方つけたらなと思って、ボタン鍋って何だろう。そうですね、ボタン鍋、まあ、ボタン鍋で高級な獅子鍋響きでちょっと違いますよね、うん、聞いたことないけど、風がきつい、あそこは当たるね。そう、いきなり強くなりますね。あなたのところらへんは、
飛ばされる。風もダメ。あそこか。でも向こうからこう来るよな。こうじゃないよな。そうね、確かに。北から来たら、こう。こうだけど、ちょっと影か。まあ、山西側は完全に隠れてる。隠れてるから、ちょっと大丈夫だね。おいしい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 ね。利用客じゃなくて今からカロリーゼロ。まあ今ジーンズストリートとか、最初はそういう感じだったのが、よくはここまで粘ったなと思って、真鍋さんがすごいね、あそこまで、野太郎ジーンズ、あの人が、あれ、最初、あの人が一人でしょる頃は、いやー、これが、最初、一人でやってた、最初、粘りがちですね、自分でこう染めて。カラコの浜行って、自分で洗ったりして、なんかそういうのを取材で撮れたりして、数が揃ってね、賑やかな。それは用事が多分みんな。やり続けたのが。8時半から始まったら、大体10時に終わるんだけど、それからも長い。準備が予定がある。最初はそんなのですよね。ごめんなさい。草取りは老人会？老人会、あの席店のところが。場所で決まってる。しよるからね。ほっとかれんのよ。あとは、飲む人がおる。お互いがこう、競い合いながらうまくいったんじゃないかな。寒くなったら寒くってビール美味しいんでしょうね。飲む人にしてみたら。寒くなると日本酒がまた。お菓子とくね、飲んでから。お菓子？ビールのお菓子。今あまり飲めないでしょ。ビールのお菓子。聞いたことないんだろ。聞いたことないでしょ。ちょっと試してみようよ。私も言うたの初めて。お、ポルちゃん偉い。一人で食べてるが。お利口だね。もうママに構ってもらえないもんね。箸の持ち方がいいよ。箸の持ち方が上手。広く噛んでる。偉いね。みんな注目されたな。こんな口なんだな。よいしょ。よいしょ。今日島の人何人か来られてる。あ、夜？あ、今？あ、これ、結構大勢来とったね。豊浦の方の人も来られてたし。豊浦。豊浦。ヨネダさん。あれはね、川田の泉さんの声だった。なんか知りたいね、教えてくれたよ。来てくれる人は決まってるの、ここに向けてはね。ありがたい。20には行った。20には行った。そうそうそう、四五二十。花粉のネットワークは強いですね、やっぱり。ここね、アイランドがあるときに行ったから。うちお父さん見てた。お父さん見てよ。うちお父さん見てた。珍しいの飲んで。いや、ちょうど仕事がね。2時半まで仕事がある。
と支配を変えたね、どうしたんだろう。ああ、あれ。ブロの途中で。友達が来てる。なんか聞いたよな、あれ来てたんだよ。あ、来たんだけど、本当はもう慣れてたんだよ。うん。早くも、飲んじゃめようって言った、そうか。うん、寄せたね、なんか。見てないところがあったら、見てないわ。見てないところがあったら、見てないわ。欲しいな、こんないいのを皆さん見てもらいたいな。美少が良かったな。衣装が芸を助けた。縫い物が得意で。器用なんだ。でも今日の衣装は、うちが作ってもらったんですよ。フリーで自由に踊るときは自分で作るんだよね。練習着の黄色いスキルがないと、はいはい、そんな自分でね、うん、そう上もあの黒いタレも柏の輪で見切れるんでね、クラシックから西の感じがまたまた練習着でね、ほんとね、母親もみんなも私、あの また帰ってきた。すみません。